はいどうも、ひげちゃんでございます。今日は日朝でございます。なんやらの3連休ですね。なんやらの3連休の中身、私は昨日だけお休みでございました。ということで、酔い済みをしてた荷物を積んで群馬に行きます。月曜おろし、明日も休日なんです、祝日なんですけどね。お仕事あります。いや、3連休のね、中身超行楽日和、めちゃめちゃいい天気でございましてですね、おかげさまで、明治ババゴミでございます。なんか高槻から25キロで第二京阪通ってね、刑事バイパス行こうかな思ったんやけど、最高階なっていうところで事故情報入ってきて、久美山ジャンクションのところで事故しましたみたいなね入ってきたんで、これは多分そっからジャンクションから刑事バイパスの方まだこれ混むな思って、そのまま一番南下までしてきましてですね、今日は名阪で久々に行きましょう。まあ、休日はね、高速は埋まるんですけど、意外と名阪国道あたりは穴場というかね、やっぱりあの高速メインでね行く人が多いので、でまあ西名阪、名阪国道、東名阪から伊勢湾岸乗り継いで、トヨタからまた何だっけ、東海環状やったっけ、時の方まで登れるやつね、あれで時ジャンクション中央道入っていこうかなという感じでございます。ちょうど12時ですね。まあそんなに今日ね荷物重くないから、久々のオメガカーブやね。まあ登っていくわ。まあ、今のところ名阪国道は問題なさそうです。まあ、高速のね情報にあんまやっぱ出てこないので、まあ詳しくね調べればわかるんですけど、車線規制してたりとかねたまにするんでね、バイクさんあれ気付けてよ。今日ねここはねいっぱい覆面さんがお仕事していただいております。さっきもね向かい側ね連れて行かれてました。はい後ろついてきてみたいな感じでね、パリテラスとかでねテンスタとか久々に食いたいのはあるんですが、今日はもうこういうね3連休の中身で、今12時過ぎでしょ。鬼ごみ確定やろからね。ちなみに何度か紹介してますが、ここ左側にねなんか建物があるでしょ。ここは昔のここ入り口、ここ昔のパーキングエリアです。反対側はねこれ高峰パーキングなんですけど、こっち側にも高峰パーキングが昔あったんです。恐ろしいところにあるでしょ。しかも何を隠そうね、合流車線がないんです。あの入り口からズドンとね直角に出てくるんですよ。あれ恐ろしいでしょ。まあ、恐ろしすぎてね、なくなりましたけど、廃墟マニアからしたらたまらんでしょうね、ああいうのね。今右手にあるね土手焼きで、有名なね味のおふく大量に並んでました。めちゃくちゃ並んどったわ。なかなかの雰囲気のあるねハイパーキングみたいなところなんですけど、味のおふくだけ営業してるからね大にぎわい。他のお店もやってもあかんのかな。今日はね伊賀ドライブインもね乗用車満タン諦めました。はい、名阪抜けて伊勢湾岸道でございます。長島スパーランド大にぎわいでございますね。大にぎわい、はるかカナダの駐車場までいっぱいですね。もう中央道入るまでちょっと飯を預けやな、これ。どこもかしこもいっぱいや。はい、時まで来ましたけど、東海環状ね、これ左はあれやね、時でみんな降りるやつ、多分これアウトレットか、みんなアウトレット行こうとしてるのかな。名神から行ってもね、時のところがねすごい渋滞しとったんですよ、時ジャンクションのところ。まあすごいな。まあ、ということで渋滞はまあかからずに中央道にまあ合流できそうかなという感じでございます。あ、左になんかプレミアムアウトレットって書いてある。すっごい、あ、車がすっごいわこれ。マンチコチンや。さあということで、中央道三坂パーキング、年一ねこのお疲れ様丼を食わんとね。最近ね夜通るときはねいつも閉まっちゃってるんでね、まあ他にもねメニューはあるんですけども、はい、いろいろメニューはありますけども、僕はねこのお疲れ様丼のメガ、メガ盛り、これ以外は食べたことないです。このね
でこの豚汁なんですよね、もう超ボリューミー、もちろんこれ一最大級のメガ盛り1150円となっておりますけども、いやニンニクもねこれね、あのチューブ置いてますからこれ入れれるんでございますけども、唐揚げ5個、ニンニク効いてる、ムホっていう顔しましたね。でチャーシューが3枚で、目玉焼きが乗ってて、ご飯とキャベツ、ご飯はねメガ盛りってこれなんぼなんやろなんぼかわからんすけどめちゃ多いですね私感覚からすると大盛りご飯2杯は優にあるから 600g、700g なのかないやーだこれ卵も溶いてね、もう黄金色のご飯最高でございます。で、ニンニクたっぷりつけた唐揚げ、これ5個ボリュームあるよ。でね、まあミニサイズでありますけど豚汁ね、これも美味しゅうございます。まあ丼の大きさがね、もうどう見てもご飯もの丼の大きさちゃいますからねいや僕の中ではね三坂パーキングいうかね、お疲れ様丼パーキングですよねこれそんなイメージ。あちなみにね、あのこれ、お疲れ様丼用のタレがね、カウンターありますから、それをねしっかりとぶちかけてください。はい、ご飯とかにねタレがかかってないんで、それをね結構ぶちかけてまあ足らんかったらね追加しに行ったらいいんですけど、これがねまたね濃いめの、もうなんか唐揚げのつけだれみたいな、下味つけてるなんかもうタレのような感じのねやつなんですけど、これがたまらんくうまいんでございますよ。いやかなりのね、爆量なね、丼なんですけど、この、ね、値段変わってないのありがたいよね。1150円、前からずっとその値段やった気がしますわ。いやーということで、見てこの丼のでかさ、いやー久々にいただきました、お疲れ様丼最高でございます。美味しかった、ごちそうさまでございました。お腹いっぱい。はい、長野道であります。岡谷ジャンクション入ってきたところ、工事はお休み中お休み中はお休み中、なかなかえらいスムーズやなと思った。ちょっとオーバーステでねおせっかしてました。綺麗な夜景よね。さあじゃあこの後長野道から上信越かな、今ちょうど6時、夜の6時でございます。もうえらい暗になりました。早いなもう暗なの。さあ上信越横川サービスエリアめっちゃ混んでますね東京方面ね向かうラインはちょっとどこも混んでますね。まあ、中央道から多分東名も混んどるでしょう。みんな帰りに峠の釜飯買っていってね。まあ本当ね、3連休の中身トラックほとんどいませんしパーキング止まってもね、トラック私一人そういうパターンをよく見ました。また再渋滞、結構ねちょこまかと渋滞を伸びとるようでございます。藤岡ジャンクションでございます。皆さんはね東京方面に行かれますが、私は左へ行きますので、関越東京方面ね、もう混みまだまだね混みまくりですよ。もう8時半なんですけどね、やっぱ関越の東京方面は大変だ。吹く汗もないわということで荷下ろし完了いたしました。外は23度やって、なんかよく降ってくれて、荷下ろしの後はクラフトボス甘酸っぱい乳酸菌爽やかパワー、これを飲んで僕のように爽やかになろう。お腹に優しそうなね乳酸菌コーナーもねいただいてたんですよね。デカビタの600、デカビタ乳酸菌、デカ乳、デカチということで、おろしてね、積みまで完了したので、もう大阪帰っていくだけでございます。今日朝ね、起きてトイレ行くときに視聴者さんにお会いしましてね。もう寝起きのね、もう大体もうこれなんですよ、寝起き。片目で大体トイレ行くぐらいなんですよ。で、気づいていただいてね。こんな顔で気づいていただいて。写真撮りたいけど、朝やからね、申し訳ないからって言ったけどね、相当多分ひどい顔やったんちゃうかな。
僕がね、朝おはようございますみたいな映像を撮らへん理由はね、その方には多分よく分かったと思います。もうね、見れたもんじゃないということで、今日もね、月曜日なんちゃらの日で、祝日なんですよ。さっきね、もう見た時にはね、そんな状態出てなかったんですけど、多分朝はね、東京からこう西向き多分混むと思うんですよ。ちょっとどこで行くかチェックしてから帰りたいと思います。さあ、ということで今日はもう乗っちゃいました。もう大高だね、もう全校で帰ろうかな、青で。まあ、今のところね、全然空いてるんですよ。まあ3連休の最終日やからね、初日とかやったらね、多分言うとった通り西向きはね、だいぶ混むと思うんですけど、今のところ空いてるしけど、まあね、でも休日にね、なんかで、渋滞はまんの嫌やから、もうとっとと抜けれるとこまで抜けちゃおうかなみたいな。まあ下でね、道の駅とか行っても多分そこはね、めっちゃ混んでるやろしね。まあパーキングもね、多分止めたい放題やから。もうとっとと止まってもう休んどこうかなっていう感じでございます。さあ、すこぶる順調やなと思ったら、ね、工事やってません。ここいつもね、車線規制して工事やってるけど、でも見ていただいた通り反対側は大渋滞、手前で今事故やってました。まあ、休日はね、事故が、平日はいつもここ登らんなー言うてるとこですけど、工事やめてくれてるんで順調ですけどね。もうまあ、ああいう感じでちょっと事故が多いですから、連休中とかお休みの日はね、とりあえず帰れるとこまで帰っちゃいましょう。さあ、ちょっと早いけどフードコートが混む前に、朝飯か昼飯かわからん時間帯に10時やけど飯食っていこう。くしゃみです、花粉かな。ということで、桜平パーキングトラック満足食堂、お帰りなさい、ただいまということでございましてですね、ごっつい系のメニューがいっぱいございます。ここのね、トラック満足食堂、はい、今日いただきますのは、おっと、その前に綺麗な景色でございますね。今日はね、信州いちご狩りで検索、いちごが有名なんでしょうか。私の中ではスタミナ定食が有名でございます。はい、スタミナ定食のダブル、ダブル肉、ダブル大量でございます。で、ご飯はトラ盛り、お味噌汁とこの野沢菜のやつね、トロッとしたやつ。いやー、久々に頼みましたね、このスタミナ定食。これね、1人前シングルでもそこそこな量あるんですけど、これのね、完全肉2倍盛りでございます。はい、ご飯のトラ盛りはちらっと見えてましたね、チケットね、チケットを毎回これで使ってもくれる、使ってもくれるんで、常に財布に入れておるんでございますけども、まあ見ていただいたらね、まあ、2枚とか何枚とかであるんですけど、ニンニクがごっつ効いとる。いや、1枚で、毎回ね、ご飯トラ盛りにしてくれるんで、僕毎回使うんですこれ。またね、今宵もたっぷりニンニクをつけてしまいました。豆腐たっぷりの味噌汁でございます。はい、この野沢菜、何でしたっけ、野沢菜昆布じゃなくて野沢菜しぐれなんですか、視聴者さんに前教えてもらいましたけど、このとろっとしたね、野沢菜最高。あ、ようやく卵半分ぐらいいったところで、卵黄金に輝くお肉に変貌しまして、最高でございますね。このお汁ね、お汁みたいな状態になってますね。はい、このね、スタミナのタレがね、まあショッピングコーナー売ってましたね。いや、これがね、もうたっぷり入ってるから、もう肉浸かるぐらいで、も見てください、キャベツもね、もうスポンジのようにこのね、おタレを吸ってくれてですね、最高でございます。ご飯がね、こんだけあるんですけどね、もうどんぶり飯もういっぱいあるんですけど、それでもね、ちょっと節約気味に食わんとね、この肉の量に追いつかないということでございます。朝からね、大してスタミナ使ってないと思うんですけどね。またね、昨日と今日でね、たっぷりニンニク取ってスタミナつけてしまいました。ということで、いや、丼飯を駆け込んで、お味噌汁も飲んで、もちろんチケット持って、美味しかったごとさんでした。さあ、天気ですわ。ここのあれやね、片側対面通行してたのも、今日は工事やっておりません。途中でやめれんねんね、こういう工事ってね。
まあ、めくっとったらそれまでにねちゃんと舗装しとかと、ね、週末にできへんみたいなのもあるんやろうけど、もう真っ青秋晴れでございますな、このほんま。さあ長野道でございますね、すっきり晴れ渡ったみたいなのをねお見せできるかと思ったらえらいもやってるなと思って、昨日今日となんかニンニクいっぱい食うてるからなんかもう視界がもやってんのかなみたいななんか視界が黄色っぽくなんかもう変わってくるのかなみたいな、そんなんかな思ったらなんか野焼きを結構やってるんですね。いやね、綺麗な景色でね、あの助手席でね、見てみたいですわみたいなことを言われたりもするんですが、もう今日はやめといた方がいいと思いますよ昨日今日とね、今日さんねニンニク食うだからね相当ねほんまにもやってんのかいうぐらいねキャビンの中は臭いと思いますけどね。で今日大事なことに気づきましてですね、夜中帰るんですね家にねせやもうね、今日は誰も会えへんわもうみたいな思っとったら、朝や今日俺家帰んねえよ、夜中ね、ママチンと娘が寝てるところにね、寝室そーっと入ってくるんですけどね、なんか匂いで飛び起きられたらどうしようかなみたいなスーすーさーみたいなピコーって起きたらえらいこっちゃみたいな、謎のボスの乳酸菌というね、なんか謎の今日は飲料を飲んでますけどねちょっとね、相殺してくれへんかなと思ってるんですけどね。さあ、ということで、メイシー、ここアンパッツ、アンパッツまで帰ってきましたね。まだ3時20分やって最高に早いね。なんか日頃いかんカツラッパでも行こうかなとか、カツラ川パーキングねカツラッパでも行こうかなと思ったんですけど、大津が渋滞してるし、休日のね帰りの渋滞やからね、もうやっぱ無理やなやっぱたどり着かんな、なかなか日頃平日よりも多分渋滞長そうやから、お大事で手前で1個泊まっとこうか、でまた12時落ちして夜中帰って家帰ります。ニンニク臭いかもしれんけど。おお、なんか止まってきたぞ。で何が怖いってね、竜王のアウトレット帰りが怖いなと竜王まで来て思って、もうすでにね大津まではなんかめっちゃ大渋滞してるみたいだから、40分とかなってるからもう絶対行かれへんねんけど、夕方4時でしょ、絶対アウトレット帰りめっちゃおるやん泊まれんのは泊まれると思うけどな。ほら今出たで、立東まで9キロ20分とかいきなり出たでこれあでもそんななんか竜王から乗ってけへんよと思ったらすぐ止まったやん止まったやん菩提寺とかめっちゃ多くなるんじゃんこれ、そんなことない、菩提寺に吸収できんぐらい大混雑とかせえへんやろな。あー着いた着いたまさかねここまで伸びてくるとは、空いてます空いてますおもてなすおもてなすということで、最近ここ多いですね、これこれこれ増量キャンペーンやってます、はい、ということでここはあカツカレー、カツ2倍盛りでございますね、はい、もう今日はねもう2倍やメガのね締めくくりは倍盛り2枚カツカレーでございます、はい、なんかね、西方面のパーキングエリアサービスエリアでね今増量をやってるみたいなんで、増量キャンペーンってね、パーキングごとにね、キャンペーンのメニューが違うかったりするみたいなんで、その辺はね、あのね、ネクスコのなんかページでも見てください。はい、西日本の方やと思います。はい。いやーということで、結構なボリュームになりますね。はい。普通のカツカレーが900円って、これが1080円かな。180円でカツが一発乗ってくるということですけど、カツにね、カレーが吸われるんでね、ご飯の量をちょっと考えながらね、分量考えなあかんかったけど、いやーなかなかのボリュームでございました。まあ他もね、いただきたいなという感じもあるんですけどね、増量キャンペーンのやつね、お値段そのままに唐揚げ1個増えるとかね、そういうパターンもあるみたいでございます、はい、麺がね、1.5 倍になるとかそんなもあるみたいでございます、はい、もてなすダブルカツカレー美味しかったごちそうさんでございました、はい、ということでダブル三昧から帰ってまいりました、ということで恒例のコメント紹介のコーナーを最後にやって、今日はですね、山岡屋期間限定たっぷり生姜醤油大盛りのやつでございますね。そこに来たコメント、ひいちゃんお疲れ様です、トラックドライバー仲間を大切にする優しい人がたくさんいますね、本当ね熱い人が多い本当に僕はいい人じゃないんですけどねゆずレモンのように甘酸っぱい思いで、今回うまいこと言わはりましたねっていうことなんですけど、あれ実話なんで
ガチで初めての彼女は1週間で振られて、多分めっちゃ長文の内容は覚えてないけど、めっちゃ今思ったら恥ずかしいラブレターを書いて1週間後、手紙で振られました絶対こいつマジキモって思われたと思うその後何年かかしてね、僕地元の居酒屋でバイトしとったんですけど、系列の近くの居酒屋さんがあって、系列のね、だから物の貸し借りとかねするんですけど、そっち側にねその子がおってすっごい気まずかった記憶があるちょっともうおのぼりさんやったよね中学生の時ですから。高橋部長も忙しそうで、山田さんも久しぶりに聞きましたそうですね、高橋さん今内勤で部長なんですかなんか動画見ましたけど、今の会社をちょっと流行らすんや、右肩上がりや言うてやってましたね。仕事クビになったらまたお願いします山岡さん期間限定出たから早速行くと思ってました、この間私も山岡さんに来ました。ヒゲちゃんの言う通り接遇が良くて、ラーメンもとても美味しかったです、食べてる顔がワンパク少年みたいで可愛いですありがとうございます。いや本当ね、山岡さんって本当ね、どこ行ってもここ最近特に思うかな。前も悪かったってわけじゃないんですけど、最近クソ丁寧やなクソ丁寧言うたらあれなんやけど、いや結構ねもう新しいの食べた人多いですね。あ、和田宿温泉で声かけさせてもらったドライバーです。いつも楽しく拝見させてもらってます。昨日山岡で生姜醤油ラーメン食べました。結構味が濃くて美味しかったですとか言って、しかし食べてからお腹いっぱいになったら眠くならんの睡魔に襲われず走行できるのがすごいということで、いやまああんまりならないんですけどね。だからちょっと寝不足やないう時はちょっと控えます。で、あと 夜中走る時とかね、はちょっと一応自分の中では控えてます走り切りやったら絶対あかんからね、そんなんしたら一応考えてやっております。リンゴバター美味しそうですね。今回のお食事とても頬張りながら食べてるのを見ていて爆笑しました。でもすっごくストレスが解消されました。あ、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ストレス解消になるって人のを見てストレス解消。リンゴバターが本当家でも好評やって、前買ってたと一緒って聞いたら、いや前のやつと違うくて今日買ってきてくれたやつの方が美味しいってママチンが言ってた。あの駒ヶ岳のリンゴバターやっぱ絶品。僕も食べたけどめっちゃ美味しい。リンゴの果肉が結構入ってた。お、山岡屋さんのカップ麺をいただきました。なかなかパンチの効いたラーメンでしたってこと。あ、山岡屋のカップ麺あったような、何回か見たことあるような気がするな。僕食べたことないと思うんだけど。あ、もう一個来てるわ。山岡屋のカップ麺食べたけどなかなか美味しかったですって。最近出たのかな。また見たら一回買ってみましょうかね。あ、期間限定、さっき山岡屋の期間限定食べたバリウマでした。大竹食堂行ってきました。ヒゲちゃんメニュー食べましたが普通盛り、これからもいろいろ教えてください。子供ちゃんの参観無事行かれましたか。今お父さん参加する家庭も増えましたね。お父さんありがとうの日が来るまで元気で頑張ってください。女の子あっという間に自立してしまうので一緒にいられる時間を大切にねと。はい、参観見てきましたもう今もううちの子も早くてね、行ったら手振ったりとかしたらやめてって言われて手振ったりとかすんのやめてって言われたもん。もうヒゲちゃんお疲れです。いつも気持ちいい食べっぷりありがとうございます。山岡屋珍しく真っ黒でしたね。そうね、麺まで結構黒かったもんね。自分は広島の田舎で山岡屋行ったことありません。濃いのかな。鶏パイタンの方が気になりました。天一の仲間の味かなってことで、天一とは全然違うかった結構クリーミーな、本当まあ牛乳っぽいクリーミーさかな、洋風な感じ。うん。長距離ドライバーさん、高速ジャンクションとかほぼ覚えてはるんですか。ナビなしでほとんどわかるのですかということで。首都高とかに入ってくるとあれですけど、最近ようやく分かってきたかな。まあ、大阪から関東行くあたりは大体分かってきたかな。大まか、大きいところはね。終わりの、土井先生がヒゲハルさんじゃなかったのは大丈夫なんでしょうかということで。大丈夫です別にモノマネやってるぐらいじゃ怒られへんしょ運転中はどのように時間を過ごされてますかってこと。前も多分答えたと思うんですけど、もう答えときます。夏メロを聞いてますはい、70年代80年代を聞いております。はい、ホークです。ホークが多いです。歌謡曲とか。元サッカー日本代表の田中マルクス・トゥーリオがトラックドライバーになるみたいなのですが、どう思いますかいいんじゃないですかトゥーリオがそう続報を待ちます。モテナスの菩提寺と草津と桂のそれぞれパーキングで今湖南農業高校とコラボした定食がありますよって書いてあったんですけど、まあ1週間前なんですけど、これがどれなんかなと思って、
今僕菩提寺におるんですけど、あんのかなもうで見たんですけどなくて、上り最後のコメントなんですけど、これねちょっとこれの動画じゃないんですけど、茶山店閉店しますって言ってた時の動画、まあ、結構前なんですけど、ね、1ヶ月ぐらい前の動画なんですけど、それに行きましたコメントでございましてですね、月をあんなかを歌っている原信恵です、ヒゲちゃんに月をあんなかを歌っていただいて光栄でありがとうございます、あんなか市在住ですということで、覚えてはりますか、あんなかソング、まあ正真正銘あんなかソング、月をあんなかを歌ってらっしゃるですね、まああんなかのエレガントマダムこと原信恵さんご本人からはいコメントをいただきました、ありがとうございます、月よあんなか私のふるさとよでおなじみいやこれねびっくりしましたね、ご本人様みたいですね、ありがとうございますまあまたあんなかソングはねちょっとお休み中でございますけど、またなんかこうちょっと生きてるみたいなんですけど、ちょっとソウルが湧いてきたらまた歌いたいと思います。じゃあ今日はこの辺で終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました、ではまた次の動画でお会いしましょう、バイリャ。社長、美味しいご飯がいっぱいですね。はい、そうなんです、このすんばらしい料理の数々、皆様にお家で見て楽しんでいただくために、今回夢グループでは0円で登録いただけます。すごい、0円でチャンネル登録できるんですね、これはもうチャンネル登録するしかないですね社長。はい、